はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、また次の1100万ダウンロードの情報来たんで、今日公開された新キャラ情報は、こちらというわけで、新記念キャラクターとして、研ぎ澄ます刃闇助弘というわけで、闇団長の記念バージョンですわな。ブラクロからの参戦か、これはちょっと読んでなかったな。そういや闇団長刀使うな。なるほど、というわけで、闇団長の、限定バージョンという感じなんですけども、これはどこのシーンなのかな。僕ブラクロに関してはね、アスタが一番最初にブラックメテオライトやったかな、あれ使ったシーンまでぐらいで止まってるんで、もう序盤も序盤だから、闇団長が闇まとい使ったところは知ってるんですよ。ただ今いるノーマル闇団長がその闇まといなので、この団長は必殺技なんなんかな。聞いたことあるのは、闇まとい悲願、なんか悲願っていう技使うんですよね、この闇団長。そのパターンなんかな、ちょっとよくわかんないんですけども、まあ限定キャラとして登場するというわけで、これちょっと性能めちゃくちゃ楽しみやな。そんでもって今ツイッターでキャンペーンを行われておりまして、公式さんのツイッターでね、キャンペーンを行われているんで、こんな感じでわりかし頻繁に公式さんのツイッターはキャンペーンを行ってるんで、フォローしておいた方がいいんじゃないかなと思います。あと概要欄に僕いつも自分のツイッター貼ってるんでフォローお願いします。そんでもってもう一個お知らせあるんですけども、明日からカウントダウン開催されているというわけで、ヒーロー応援キャンペーンなるものが開催されるという状況なんですけども、明日から1100万ダウンロードカウントダウンを開催しますと、期間中ルビーがゲットできるログインボーナスや、強化覚醒アイランドの 100% アップを開催しますという状況なんですけども、まずログインボーナスにてルビーが300個もらえる。そんでもって試しの間、これ全復活、これは激アツ、たまたま。そんでルビーもちょこちょこ散りばめられているというわけなんで、この試しの間とログインボーナスだけで1000ルビーぐらいもらえるんちゃうかな、激アツ。そんでもって、強化覚醒アイランド 100% アップというわけで、これ3月1日まで行われまして、ドロップ量が 100%、2倍になるという状況なんで、これをね機に、星5で、止まっているガチャキャラ並びにイベントキャラクターもね、めちゃくちゃ使えるキャラクターとか全員使えるんで、ぜひとも、その辺のキャラクターをもう一気にこのチャンス、強化した方が僕はいいと思います。そんでもって、キャラ枠追加100枠増枠、これは激アツ。そんでもって、究極級もコンティニューが可能になりました。そんでもってスタミナブーストが搭載されますといったような状況。僕はね、この今日から来ている興奮しちゃうじゃないか、もうこれひそかハンターハンターのひそかなんですけども、これウマックスまだできてないんで、ぜひとも興奮していこうかなと思います。あとチケットガチャアップデートというわけでね、土曜日に行われる今まで登場した限定キャラクター以外のキャラクターが全員無課金でゲットできるぞ、そういう紙アップで来るという状況なんですけども、これね、コメントでなんか質問いただいてたんですけども、今、ガチャ画面行きましたら、下の方のガチャチケがね、多すぎる、これ申し訳ない、コレクターなんですわ僕。こんな感じで期間が設定されてまして、あと1日でなんかこれ終了するんちゃうみたいなね、ことを思っている方いると思うんですけども、これはご安心を。この、ラインナップまでが、この期間で終わりますよ、そういう合図になっているんで、この2月13日3時59分を過ぎてもこのガチャチケはなくなることはないので、これは、安心して、なくなる、早く引かへんかったらあかん、そんな気持ちはもう取っ払って、ぜひともどっしり山のごとし、これお願いします、という感じでした。